はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第229回でございます。今回テーマが、羽生結弦選手。まあ今もね、タイムリーな話題ですよね。を見て、まあ思ったことをね、ちょっと喋ろうと思っております。であとは卒業記念動画については、まあこの前ね、動画投稿したんですけど、まあお礼とあと現状こんな感じですっていうのを簡単に伝えられたらと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。じゃあ早速話していきましょう。で、本編入る前に、まず、まあ、聞いていただいてわかるように、喉がやっと治りました。咳はですね、ちょっとまだひどいんですけど、でもね、声がやっと出せるようになったので、ご心配おかけしました。すごくね、たくさんの方から、ツイッターのリプとか、まあ、コメント欄もそうですけど、あとはメールとかもね、いただいたの、お気遣いいただく、メールもいただきました。ありがとうございました。嬉しいよね。本当に嬉しい。ああいうのは。すいません、ご心配おかけしました。ではでは、本編で行きましょう。ということで、これが日曜だから昨日ですかね、フィギュアのね、ピョンチャンオリンピックで、羽生結弦選手が金メダル、あと宇野昌磨選手がね、銀メダルを獲得して、まあ見た方たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、まあ自分もね、こう、生でっておかしいな、テレビでね、こう見させてもらってて、で、まあ、もうすげえな、やっぱちげえな、とかさ、見ながら思ってたんですけど、こう、まあ、羽生結弦選手、まあ、前からね、やっぱすごい選手なんで興味があるし、すごい好きでね、いろいろこう、まあ、情報が入ってくるじゃないですか。ネットとか見てると。見てて。だからそういうさ、すごい人とか好きな人を見てると、この人がどういう思考回路で、どういうことを考えて何をモチベーションで頑張ってんだろうとかってすごい想像したくなるの。一番はね、直接お会いしてお話できたらなーって思うけど、そんなんね、絶対できないからさ。で、見させてもらってて、で、なんか、今回ね、その、ま、状況がさ、ちょ、3ヶ月前かなに NHK 杯の時に怪我をしてしまって、で、間に合うかどうかみたいなのがあって、でも、こう、リンクにずっと上がれなかったんだよね。上がれなかったんだけど、このね、場で、ショートもフリーも、もうまあね、317点かな確か。もう、まあ、完璧とは言わないだろうけど、でも4年前のね、フリーを、もうなんか払拭するようなリベンジを果たすような、滑りをされていて、で、終わった後に、ね、涙やっぱ流されてて、っていうのを見た時に、まあ、すごいプレッシャーもあったと思うんですけど、で、やっぱすげえなっていうのは思うわけですよ。すごいそういうのに感化されやすいんで、やっべ、俺も負けらんねえとかさ、頑張んなきゃ、みたいなね、思ってたんですけど、で、今回ね、ちょっと気になったというか、話したくなったのが一個ね、理由があって、そのネットでね、そのいろんな方の、羽生選手に対する意見を見てた時に、あの方って、その、まあ、フィギュアでも、そのね、当たり前ですが活躍されていると。で、まあ、顔もかっこいいじゃないですか。かっこよくって、頭もいいんですよね。で、これ知らなかったんですけど、確か中学と高校の成績オール5なんですよね。ずっと6年間。らしいんですよ。だから、もう、天は難物を与えんだよ、この野郎。みたいな、いっぱい書いてあって。そう、あれもできて、これもできて、みたいな。そう、まあ、確かにそう思うよなって思ったんですけど、で、まあ、世間というか、まあ、芸能界でもそうですけど、例えば、まあ、性格はさ、なかなかテレビをね、通してるとわからないけどさ、でも、顔も良くって、まあ、頭も良くって、運動もできてっていう人は、まあ、いるじゃないですか。で、きっと学校にもいるじゃないですか、そういう人って。で、その、それに対してさ、天が何物与えてんだよ、みたいなのがね、よく出てきたりするわけなんですけど、自分ね、それに対してね、ちょっと違う風に思っていて、そこは実は。で、今回の羽生選手の時もそう思ったんだけど、例えば、まあ、才能っていうかさ、まあ、顔とかももちろんね、生まれ持ったものだから、生まれた瞬間にその差は出てしまうんですけど、でも、才能っていうのは、もともと、なんていうの、ダイヤモンドの状態では、授かれないと思ってるんですよ、自分は。どんな才能でも。それを、原石で、石なんだよ、最初は。それを、磨いて、それでダイヤモンドのように輝きを放つ、みたいな、に発想なのね。生まれた時からダイヤモンドを得るわけじゃないみたいな。だから、例えば羽生選手にしても、じゃあ学業とさ、フィギュアって2個あるじゃないですか。ね、頭の良さと。両方とも生まれた瞬間にもちろんその差はあったとしても。でも、やっぱりそこは努力をしなければ学業は伸びないし、成績は伸びないでしょ。で、努力をしなければフィギュアであんなとこまでいけないわけですよ。だから、その、天は難物を与えてずりいなっていう風に言うのもちょっとわかるはわかるけど、でも、例えば原石が2つあったら人の2倍磨かなきゃいけないんだよ。人の2倍努力をしなければその原石がダイヤモンドにはならないんだよね。だからああいう人たちを見てると、この人たちはもう俺たちが想像を絶するような努力をされてきたんだろうなっていう。誰かがね、羽生結弦選手のことを努力の天才だっていうふうにおっしゃってたけど、まあ、きっとそうなんだろうなっていう。
で、まあ、俺は努力はね、その、人を裏切らないと思ってる人間なので、そう、もちろん成果が絶対ついてくるわけじゃないじゃん。ね、きっと、ね、オリンピック出る選手はさ、金メダルを目指して、ね、努力をされてきて、でも、努力をしてきても、金メダルを得られるのは一人だけなんだよね、その競技で。何人っていう人が努力をしてきたとしても。そう。だから、必ずしも成果として絶対に返ってくるわけではないけれど、でもやっぱり努力っていうのは、人を輝かせるし、で、努力をしてきて、その先にある、なんだろう、例えば、羽生選手だったら一つのフィギュアっていう、そう、演技ですよね。っていうものは、人の心を動かすものになるんだよなっていう。それは努力が、なんだろう、土台にあるから、そういったものになるんだよなっていうのをすごい感じて、話したくなっちゃった。それどうしてもね、言いたくって。そう、ほんと今週で違うテーマ喋るつもりだったんですけど、もう見てて、あ、これ今週喋ろうって思ってね、喋らせてもらいました。やっぱ、頑張るよ。頑張るよっておかしいけど、なんか、ツイートとね、昨日かな、ツイートしたんだけど、一昨日か、そのスポーツとかさ、あと音楽とかっていうのは、人の心をさ、動かすことができると思うの。俺も、スポーツを見させてもらう、今回の羽生選手の演技もそうだけど、すごい、こう、なんだろう、心を動かされる。いい風にね。で、好きな音楽とかも、やっぱり、頑張ろうって思ったりとか、例えば、辛い時に音楽を聴いてたくさん泣いて、それでスッキリして前向きになれるとか、あると思うんだよね。人の心を動かす力がやっぱりある、そういった分野。他の分野もそうだよ。芸術とかいっぱいあるんだけど。で、教育ってどうなんだろうって思った時に、教育がさ、人の心を動かせるかどうかって、まあ微妙だと思うんだよ。正直ね。だけど、やっぱね、ちょっと挑戦したいなと思ってて、人の人生、例えば、なんだろう、学生のみんながさ、の人生を多少ちょっと変える手伝いをできるとは思うの。教育っていうのは。自分の活動もそうなってると信じてるし。でも、なんだろうな。全然ね、答えが見つかってないから、いい言葉が思いつかないんだけど、教育っていう分野で、人を感動させたりとか、人の心を動かして頑張ろうって思ってもらえるようなものが、いつかできたらなって、自分が死ぬまでにね、っていうのをすごく思って、で、まだ全然さっきも言ったように答えが全く思いつかないんだけど、それを、なんか一個自分の中のテーマができた、今回。そう、羽生選手の演技を見てね。多分聞いてるみんなはさ、こいつ何言ってんだろうって思うかもしんないんだけど、でも割と俺本気で、だから、ちょっと頑張ろうって。多分、それは、俺は、その教育って分野で、努力をして、闇雲にやってって、で、きっといつか何かのね、ヒントをね、手に入れれると思うんだよ。気づく何かに。で、それが、よく俺は言うんだけど、夢はさ、叶うまで追い続ければ叶うんだよ。ただ、あとは一個問題が寿命の問題なんだよね。そう。自分が生きてる間にそれが間に合うかどうかの問題だから、だから、ひとまず、目指してね、そこを目指して、まあもちろんそれを目指しながら、今できることをね、一個一個コツコツやっていくっていうのもあるんだけど、っていうふうに思いました。はい。これ、誰得俺得か。俺が勝手に喋りたかっただけなんだけど。まあ、みんなもね、もちろん、羽生選手だけじゃないと思うんだけど、スポーツでも芸術でも音楽でもね、なんか、なんだろう、自分の心が動く瞬間がたくさんあると思うし、で、これからみんなが、成長していって、社会に出ていって、今はいろんなものを受け取る立場でいいと思うの。学生の時っていうのは。でも、いつかは人に影響を与えるというか、与える側の人間になっていくから、みんなはね。その時に、何か、なんだろうな、プラスのものを周りの人に与えれる人になってもらえたらなと思ってます。はい。そういう風にみんながなっていけるように、ちょっとでも力添えができたらなと思っておりますので、はい。今後もね、どうぞよろしくお願いします。で、最後は卒業記念動画なんですけど、この前ね、動画を上げさせてもらって、まあ、2個ね、お願いさせてもらったんですが、すでにね、ほんとたくさんの方から、メールをいただいてありがとうございます。引き続きね、3月11日締め切りで、募集させてもらってますので、今回この動画の一番最後にリンク貼ってますんで、よかったら、そちら確認していただいて、ちょっと参加してみようかなと思う方は、ぜひね、ご参加いただけたらと思います。では、今回はこの辺にしましょう。はい、ということで、今回は羽生結弦選手を見てというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。では次回は、今週喋ろうと思ったテーマをするか、ちょっとね、まだ決まってないんですけど、またね、次回何か喋りますので、もしよかったらそちらの方もお付き合いください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。